3月1日、ヤクルト投手陣の前に1点に抑えられたタイガースはまさかの3連敗で貯金はゼロとなった。5月3日の広島戦は土壇場9回、ブルースカープに恩返しできるか町田。劇的サヨナラホームランと思ったのにファールの判定。岡田監督の猛抗議も判定は覆らず、反撃ムードもここまで。チームは5連敗となった。連敗脱出へ口火を切ったのは今岡。打ちました、右中間へ、ライナーだ、右中間の一番深いところ、走者一掃、3点タイムリーツーベース。キングピッチャーのショート、センターも続いた、4点目ホームイン。マウンドには来日初先発ブラウン。目を丁寧につく、打たせて取るピッチングを見せ、カープ打線を1対1失点、チームを連敗地獄から救った。頑張ります。子供の日、まずは兄貴から。センターに弾かせ、大きな当たり、センターは途中で諦めた、打球はバックスクリーンの左に飛び込んだ、ホームラン、第6号。選手会長も、センターに上がった、大きな当たり、ビッグな2本をプレゼントした。開幕から約1ヶ月が過ぎ、首位中日に5ゲーム差をつけられたタイガースは2位で交流戦を迎える。ついに始まった交流戦は日本ハム新庄流パフォーマンスで開幕。スタメンにはあの人の名前が。やっぱり打つことしかできないね、打つ方でアピールしたいと思います。歴史的一戦は一進一退の攻防。同点で迎えた8回、チャンスに浜中。いい当たりだ、浜中が勝った。いい当たりだ、先制、2点タイムリーツーベース、おかえり浜ちゃん、さすがです。怪我してる時は本当に辛かったんで、こういう日を迎えられて本当に嬉しいです。第2ラウンドは延長戦、サヨナラ負けのピンチ、抑えられるか吉野。打ち取ったと思ったが、まさかの今シーズン2度目のサヨナラ負けを喫した。苦しい時にはこの人頼み。札幌のファンに捧ぐ5号ツーランで先制すると、ルーキー能見が プリンス新庄を後頭スライダーで打ち取るなど完璧なピッチング。その後も勢いは衰えず、2勝目をプロ入り初完投勝利でマークした。5月10日、パ・リーグ首位のロッテ戦、3点を追うタイガースは7回、2アウト満塁、一発出れば逆転のチャンスに代打町田。しかしロッテ2人目、藤田の前にセカンドフライに倒れ無得点、完封負けを喫した。翌日の先発は杉山、好調ロッテの勢いを止めたいところ。しかし2回にキャッチャー里崎に先制ホームランを許すなど、7回を投げ5安打4失点。ロッテ強力投手陣の前に打線の援護もなく、チームは完敗、ついに貯金がゼロとなった。借金生活のピンチを救ったのはこの人。大きいぞ、ライト動かない、入った、さすが4番、第7号先制ツーランホームラン。これにエースも奮起。雨が降りしきる悪条件の中、要所を締めるピッチングで最強マリンガン打線を翻弄。これぞエース。井川は今季初の無四球完封勝利で3勝目。主砲とエースの活躍でチームの危機を救った。懐かしの復刻ユニフォームで試合に挑むタイガースナイン。対するは東北楽天。1回、タイガースは楽天ルーキー1番の立ち上がりを攻め、ワンアウト2塁のチャンスを作り、3番シーツ。1番の直球を捉え、先制のタイムリーツーベース。
シーズンは3回にもレフトフェンス直撃のタイムリーツーベースを放つ活躍。投げては4月9日以来勝ち星に見放されている安藤が楽天打線を6回1失点に抑える会心のピッチング。その好投に報いたい打線は6回2アウト満塁のチャンスに選手会長今岡。2者帰りました。今岡2点タイムリーヒット。また明日も今岡コール聞けるように頑張ります。ありがとうございました。この言葉通り翌日もこの人が活躍。3回1対1の同点から今岡がライト線に勝ち越しのタイムリーを放ちチームを勢いづける。投げては未だ負け知らずの下柳が緩急自在の投球で6回を3安打1失点と楽天打線を翻弄。追加点が欲しいタイガースは7回2アウト満塁のチャンスにこの男が打席に向かう。背番号31、浜中治。三遊間、レフト前2点タイムリー。今日も浜中10投目しました。本当に2年ぶりかもっとかぐらいなんで、やっと帰ってこれたなっていう気持ちで、はい、嬉しい限りです。3連勝と勢いに乗るタイガースは楽天エース岩隈もものともしない。2点を追う6回連打でチャンスを作り5番今岡打ちました。1、2塁間ファンが高くない、弾いた今岡同点2点タイムリーヒット。さらに続く檜山ライト大きな当たりだ。檜山復活ホームランだ。弧を描いてスタンドに入った。自覚点となる第2号ツーランホームラン。投げては7回から登板の藤川がマックス153キロの速球で3者連続三振に切って取る完璧なピッチング。チームの連勝は4となった。その後も勢いは衰えず2勝目をプロ入り初完投勝利でマークした。5月10日パ・リーグ首位のロッテ戦、3点を追うタイガースは7回2アウト満塁、一発出れば逆転のチャンスに代打町田。しかしロッテ2人目藤田の前にセカンドフライに倒れ無得点、完封負けを喫した。翌日の先発は杉山、好調ロッテの勢いを止めたいところ。しかし2回にキャッチャー里崎に先制ホームランを許すなど7回を投げ5安打4失点。ロッテ強力投手陣の前に打線の援護もなくチームは完敗、ついに貯金がゼロとなった。借金生活のピンチを救ったのはこの人。大きいぞ、ライト動かない、入った。さすが4番第7の先制ツーランホームラン。これにエースも奮起。雨が降りしきる悪条件の中、要所を締めるピッチングで最強マリンラン打線を翻弄。これぞエース。井川は今季初の無四球完封勝利で3勝目。ショートエースの活躍でチームの危機を救った。懐かしの復刻ユニフォームで試合に挑むタイガースナイン、対するは東北楽天。1回タイガースは楽天ルーキー一番の立ち上がりを攻め、ワンアウト二塁のチャンスを作り3番シーツ。一番の直球を捉え先制のタイムリーツーベース。シーズは3回にもレフトフェンス直撃のタイムリーツーベースを放つ活躍。投げては4月9日以来勝ち星に見放されている安藤が楽天打線を6回1失点に抑える会心のピッチング。その好投に報いたい打線は6回2アウト満塁のチャンスに選手会長今岡。また明日も今岡コール聞けるように頑張ります。ありがとうございました。その言葉通り翌日もこの人が活躍。3回1対1の同点から今岡がライト線に勝ち越しのタイムリーを放ちチームを勢いづける。
投げては未だ負け知らずの下柳が緩急自在の投球で6回を3安打1失点と楽天打線を翻弄。追加点が欲しいタイガースは7回2アウト満塁のチャンスにこの男が打席に向かう。背番号31浜中治。レフト前2点タイムリー。今日も浜中結果を残しました。本当に2年ぶりか。奇跡一戦は一進一退の攻防。同点で迎えた8回チャンスに浜中。いや、誰だ浜中復活。いや、ドラマ決定。2点タイムリーセーブです。おかえり浜ちゃん、さすがです。怪我してる時は本当に辛かったんで、こういう日を迎えられて本当に嬉しいです。第2ラウンドは延長戦、サヨナラ負けのピンチ、抑えられるか吉野。打ち取ったと思ったがまさかの今シーズン2度目のサヨナラ負けを喫した。苦しい時にはこの人頼み。札幌のファンに捧ぐ5号ツーランで先制すると、ルーキー能見が プリンス新庄を冒頭スライダーで打ち取るなど完璧なピッチング。その後も勢いは衰えず2勝目をプロ入り初完投勝利でマークした。5月10日パ・リーグ首位のロッテ戦、3点を追うタイガースは7回2アウト満塁、一発出れば逆転のチャンスに代打町田。しかしロッテ2人目藤田の前にセカンドフライに倒れ無得点、完封負けを喫した。翌日の先発は杉山、好調ロッテの勢いを止めたいところ。しかし2回にキャッチャー里崎に先制ホームランを許すなど7回を投げ5安打4失点。ロッテ強力投手陣の前に打線の援護もなくチームは完敗、ついに貯金がゼロとなった。借金生活のピンチを救ったのはこの人。大きいぞ、ライト動かない、入った、さすが4番第7号先制ツーランホームラン。これにエースも奮起。雨が降りしきる悪条件の中、要所を締めるピッチングで最強マリンラン打線を翻弄。これぞエース。井川は今季初の無四球完封勝利で3勝目。主砲とエースの活躍でチームの危機を救った。懐かしの復刻ユニフォームで試合に挑むタイガースナイン、対するは東北楽天。1回タイガースは楽天ルーキー市場の立ち上がりを攻め、ワンアウト2塁のチャンスを作り3番シーツ。市場の直球を捉え先制のタイムリーツーベース。シーツは3回にもレフトフェンス直撃のタイムリーツーベースを放つ活躍。投げては4月